はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、すっごい面白い、画像をいただきました。もう早速見ていただきましょう。こちらです。はい、もうこれ見ていただければわかりますよね。はい、ヒロシがたくさん、はい、新ガチャかなっていう、まあ完全に、まあはっきり言うと、バグでございます。はい、まあ本来はこちらなんですよね。白雪姫、人魚姫、赤ずきんちゃんがまあ出現するっていう新ガチャなんですけど、まあおそらく、バグってしまったんでしょうね。それでなんかおそらくバグってヒロシになってたらしいので、だから、今回の新ガチャというかね、もしかしたら次回の新ガチャヒロシヒロシヒロシなんていうね、悲惨なこともあるかもしれない。でも前あれですからね、その馬人間の時あったじゃないですか、報酬の馬人間。その時にその三蔵、馬人間じゃなくてヒロシだったのがしばらくずっとヒロシでしたからね。で、公式さんがなんでヒロシになってんのみたいなツイートしてたんで、もしかしたらガチャでもね、ヒロシ3連戦が見れる時がいつか来るかもしれないですね。はい、ということで、じゃあ今回もランナーマッチやっていきたいと思います。で、少し昨日かなの動画で、すごく、反響がありました。コングチャレンジ、はい、今でも悔しい。はっきり言うとね、はっきり言うと今でも悔しいけど、まあ仕方ないことなんで切り替えてやっていきますけど、やっぱりね、やっぱりコング欲しいよね。もう余計に欲しくなってしまった。前までなんか若干ね、もうコング諦めようかなみたいな、だからもう諦め、まあまあまあ、もうこう新しいガチャが出てきたらみんなそっち使ってくし、コング好きになってもうみんな見慣れたでしょって思うんですけど、やっぱりね、やっぱり欲しくなる。その一回そのコングスキンをレアスキンゲットしましたっていう表示を見てしまって、ガースバーストはい、見てしまうとね、やっぱりそのコングスキンというものが欲しくなってしまってですね、なんかその青逃げしたら持ち帰れるよっていう、あの形式がなければゲットしてたんだろうな。まあ、あの形式がなかったら、まあそのボットから奪ったっていうことなんで、それすらゲットできてなかったんであんまり言えないんですけど、なんでそんなついてくんの。リンゴ好きか、お前リンゴ好きなのか。ああ、そういうわけではなかった、私はナスビ派ですみたいな、そういう感じか。 OK、 でここは、コウモリ鬼ですね。コウモリ鬼苦手なんだよな、本当に。結構コメント欄でもね、皆さんコウモリ鬼どうですかってコメント欄に聞いたところ、やっぱり結構苦手な方が多いみたいですね。コウモリ鬼は結構苦手っていうかね、なんかなかなかそのラグがすごいし、すごいやっぱり不規則な動きをするらしいですね。もうわかんないんですけど、僕はよく。でも確かに、その、僕はラグだと思ってるんですけど、じゃなくて本当に不規則な動きなだけなのか、だとしたら相当コウモリ鬼、もう本当にてっきり。ごめん、どっちもこう。トラララがガスマスクをゲットしましたって、多分今2連続で出てるんだろうな。あ、これ、塞いどいてあげよっか。塞いであげるわ。はい、どうぞ。あ、いなくなった。ダニー、待て待て待て、いなくなった。さて、オッケー。あ、来ないでしょ。え、ちょ、あ、やばい、ちょっと待って。これ、反対側から青に来たらやばいな。あー、毒ギルここか。なるほど。それが分かったのは嬉しいんだけど、ここは抜けたい。ここ抜けときたい。ここは抜けときたいぞ。ちょっと待って。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。ガスマスクはまだ使いたくない。まだこんなとこで使ったらもったいないからね。やばいでござる。待て。あー、やばい、コウモリ鬼来てるかも。こっち来てるか？ちょっと待って。トワイスっていうのあれ。なんかすごい人気な方らしいですね。僕はちょっとわかんないんですけど。あー、やばいです。これまずいです。同源しましょうか。三蔵さんの、あれ、取っとくべき、いや、取るべきじゃないな。ガスマスク、いや、どうするどうする、こんにちはしちゃった。間違えて、こんにちは言っちゃった。あ、一応取っとこう。一応取っとこう。ロラスケートかもしれなかったけど、ガスマシン。これ、いる？あ、いるね。ごめん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 。いる、いい、どうぞどうぞどうぞ。いるかどうか、ごめん、チェックしたかったんだ。残り8人か。さあ、どうしたものか。上か。最終地点上、しまったガスマスク、しまったガスマスク消費しないといけなくなってしまった。これはまずい、これまずい、これまずい、これまずい、まずいまずい。いや、でもな、ここで待つ、いや、待つのは無理か。待つのは無理だけど、コウモリ鬼で、がみんなをやっつけてくれるんじゃない？これ。うわ、コウモリ鬼めっちゃいる。これは、
あのロッカーの人を倒せば僕の勝ちか。やばい。なんかよく手つける、よく手つける、よく手つける。はっ！いけ！倒せ！倒せ、ゴムリ鬼！いけ！よーし！オッケー！あ、ちょっと待って、これ、もしかして、5連続？お？来るか？あれ？確か前、4連続。連続1位5回目ありがとうございます。5連続1位来た。ありがとうございます。全然今口が回らなかったそうだ、4連続青にして、青逃げしてたんだ。じゃあちょっと6連続狙いましょう。いや6連続したらさすがに、あ、出た出た出た、これですね。これのね、場合は僕ルーム作成してなんとかなお逃れてます。あのできないっていう方はここでマッチング開始をして、でもすぐ、まあ、部屋に入ってくるわけないので、ルーム ID を設定してないので、あのみんなに行ってないので来るわけはないんですけど、この状態でもうゲーム開始を押しちゃいます。そうするともう部屋に入れるんですよ。ほらこういう感じで、もう今これプレイヤーですよ多分。はっ、ミッキーだよとか、あのいるじゃないですか。俺絶対プレイヤーなんで、だここでランダムマッチに無理やり入っていくと、うん、そういうやり方僕してますね。そのさっきのあのランダムマッチが入れなかった、一回入れなかったらもう再起動するか、その何かしらアクションを起こさないと入れないんですよ。だから一回試合して、次もう一回ランダムマッチ入ると入れるようになってたりしますんで、だから一回フレンドマッチね、こういう感じでしてみていかがでしょうか。さあ行くぞ、6連続。これちゃんとボット部屋じゃないので、よし、やばい、6連続チャレンジ。多分今まで僕最高が5連続じゃないかな。だからここからは、新記録をかけてですね、行くぞ。でここは結構得意コース、得意コース、得意ステージ。まあ一番得意なのは多分あのクモ鬼が出てくる畳のところ、あそこが結構個人的には得意だけど、とりあえずまああのそのままね、逃げの戦いする気はないので、一応宝箱戻ります。宝箱がね、あのあさりはしますけど、あそこ来たか、来る、あ来るか、私を狙ってくるのね、わかりましたわ。ちょっと待って、あこれいただこう、いただこう、いただいちゃう、いただいちゃう、いただいちゃう、待って、ちょ やめてじゃあ、あのキラキラ星、あのキラキラ星を私がいただく。そう、ガスモスティン、人からもらったガスモスティン。どうもこんにちは、トライアングルと申します。これ怖いな、ナスのにいるけど、あさっていい、ここ動けないんだよね、ここ横動けないんで、ここだけちょっと皆さん注意しましょうね。よいしょ、ここは動けるんですよ、ここは動けるんだけど上はいけないので、そこだけしつこいねあなた、すっごい今揺れたよ。え、めっちゃ揺れたけど今何？レア鬼だとあんな揺れるの？それかめっちゃ近いからか。まずいっすね、これ。ここまずいな。ちょっと早くベッド行きたい。あの、早くベッド行きたい。めっちゃ疲れてる人みたいな。社畜の生活みたいになってるけど。オッケー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 。よし。さあ、ここに隠れておりましょう。オッケーオッケー。とりあえず、もう絶対6連続青逃げ僕はすると約束はできないんですけど、極力頑張りますので。もし、6連続青にできましたら、ぜひね、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。別に、本当に面白かったと思ったらでいいです。はい。でもその回ちょっとね、やっぱり、ちょっと6連続青逃げ狙ってるんで、もしかしたらあまり楽しくない試合になってしまうかもしれないです。ちょっと、芋プレイをすると思うので、できるだけちょっとね、この、毒切りが来ない限り、ここの、ここは本当に個人的に最強だと思ってるので、ここにいようかなと、はい、思っております。まあ、雲のところはね、畳のところあるじゃないですか。雲鬼がいるところ。あそこはね、本当に、もう初め、もういろんなとこ、ぐるぐる回れるところ、最終地点で、になりそうなところを、もうあらかじめもう、回って、毒が、あ、ここ来てる。じゃあ、ここではないな。で、残り40人ぐらいになった時に、毒が来だした。あ、じゃあここが最終地点じゃない。ってことは残り2つ。っていう、なんかその絞っていく。で、20何人になっても毒切れが来てない。あ、じゃあここが最終地点だ。じゃあここにしばらくいようとか。そういう感じで、クモ鬼のところは戦うとすっごいやりやすいと思います。はい。ごめんね、一回ちょっと挨拶したらもうしないって決めてるんだ。ごめんね。とりあえず。あー、全員なそうにか。まあ、クラゲ鬼、クワッティじゃない限り別にこのステージは、恐怖に感じるレア鬼はいないんでいいんですけど、今瞬間移動して、あー結構瞬間移動系のナス鬼かもしれない。うんうん、あは、では
これ狙われるか。大丈夫、ガスマスごめんな。ローラースケート別にまあここでずっとぐるぐる回ってくれるんだったらやられは、瞬間移動しない限りやられることはないとは思うんだけど、大丈夫 OK。 さてじゃあだ来るね、帰ってくるね、これ大丈夫か。あ、来たね。あれ3体重なってるのかどうかによってすごい変わってくる。3体重なってるんだったらちょっとぐるぐるしておけばいいけど、 OKOK。毒切りがどっから来てるんだろう、右かな左かな。結構ここで、毒切りが多いのが右から、要は宝箱の部屋があるところから来ることが結構多いんですけど、なあ、そこで普通にやられたってことは瞬間移動してる可能性あるな。あー、今回左からか。なるほど、今回ちょっと戦いにくいですね。どうしようかな、下行くか。今も下行った、これ下行きます。これダメだ、これ下行って、いやーまずいな。ここで毒切りが来るでしょ。どこで戦う。とりあえずもうダメだ、ガスマスク消費していく、仕方ない仕方ない。でこれで、あの人の取るか。この人のガスマスクをいただいて、ごめんね。あーでもどっちにしてもあれか、ガスマスク使わないといけないのか。最終地点が下かな、これ。下っぽいな。ここでガスマスクを取ります。取りました、ありがとうございます。さてあとは来てる、来てるか。なるほど、んどうするこれ、きついな。ここら辺が最終地点ってことか。まだボットいるんだ。ここにいるか。で来るか、来るな、来るなよ、青に来るなよ。よし、 OK、 強い。あ、ちょっと待って、止まった、ごめん、止まってる止まってる。このロッカーは誰もいない、これちょっとチェックしとこう。いいのかい、こんなとこ入ってやられちゃうよ。残り4人、今1人を狙ってるね。ここだな今回、宝箱が最終点ここっぽい。やばい、勇気を出せ、勇気を出せ。怖がるな怖がるな怖がるな、大丈夫、今狙ってるのは違う。いきなり急には来ない、急には来ない、急には来ない、大丈夫、急には来ない、絶対急には来ない。今襲ってるのは馬ちゃんだ、おまちゃんを狙ってる、おまちゃんを狙ってるから、今狙ってるのはおまちゃん。あ、やばい、しまった、使っちゃった。な、俺が使った、あー取っちゃった、間違えた。あー今の悔しい、いやーマジか。はい、ということで、いやーミスった、もう欲が、もう欲出ちゃいましたね。なんか今ガスマスクをその他の、あの、もう一人のね、プレイヤーの方に取られたら負けだなと思って、ここで取っとかないといけないって思ったんだけど、取るべきじゃなかったなー。しまった、僕に標的が来ていた。はい、ということで、今回はまあこの辺りで終わりたいと思います。まああの、ヒロシガチャは多分まあバグ、まあ間違いなくバグなんですけど、まああの、そのヒロシガチャは来ないとは思うんですけど、その、また今後ね、そのガチャのキャラクターがなぜかヒロシになってしまうというバグが、もしかしたら起こりうるかもしれないので、あの皆さんもね、その画像っていうか、直接見ることができるかもしれません。はい、ということで、6連続できなかった、もうお疲れ様です。バイバイ。